寺島やすきがお送りする基礎完成英語ポイント34はいでテーマは要求提案決定命令ですこの例文書いてみてください意味わかります私は提案したんです suggest, 提案したんです。何を提案したんでしょうかいやー、彼女はね、医者になる。ね。彼女は医者になる。医者になんなさい。ということを提案したんです。っていう文を書いてみました。要求提案決定命令。はい。SVZ の文の、その部位が、もう一回題名のやつ書いてくれる 要求する、提案する、決定する、命令するのどれかの意味のとき、要求する、request、demand、提案する、propose、ね、suggest も提案するです。decide、ね、えー、決定する、determine、order、ね、order、えー、って命令するですね、command。要求する、提案する、決定する、命令する。要求、提案、決定、命令があったら、後ろ、should 書きましょう。ただし、どんどん行きますよ。その should は、消せます。 消したら怖いことが起きる。この文、I suggested that she 消えたら be a doctor. いきなり she be a doctor だよで。she be a doctor で正しいんだよ。いい。これ、なくなった時気をつけましょうね。えー、要求提案決定目でしっかり書きましょう。 シュド原型または原型。はい。シュド原型になるのがイギリス人です。原型だけ喋るのがアメリカ人です。これ、私、一度やってみたことあるんですよ。これ冗談じゃなくて、ギャグじゃなくて、本当に100名以上のネイティブスピーカーの知り合いに、一斉送信、あの、メールで、あのー、E メールでね、一斉送信したことがあって、何をやったかっていうと、この文を、 シュ抜いた状態で、she be a doctor って書いたのを丸一番にして書いて。で、二番目に、これ she is とか was とか、ほら、過去形だったら was になるけど、ね、she is a doctor って普通に言うと she is になるじゃん。だから、she is a doctor とか she was a doctor とかいうふうに書いて、丸二番って書いて。で、何のバイアスも書けないで、ただ単にネイティブスピーカーの知り合いに、ね、久しぶりとか書いて、で、一番ボン、二番ボンって書いて、どっちが正しい英語って聞いたんですよ。ただそれだけ。 ただそれだけのアンケートを取ってみたんですよ。クエスチョンネアーズを取ってみた。見事にみんな一番。つまり、She b a d o c t o r She b a doctor が正しいと、ね、これはもう本当に実用的な正しい考え方なので、えー、should 原型を喋るか、should が消えた動詞の原型を喋るか。だから、She b a doctor で何の問題もないです。要求提案決定命令を表すときはね。まあ、要求提案決定命令というのは結局、 要求するってのもやれ提案するってのもやったら、えー、決定するのも決まりだよ、ねえー、命令するのもやれだから命令っぽいから動詞の原型なんだよ。動詞の原型って命令文じゃん。ここにちょっと印象深く原型って書いておいてけど、ね。be quiet.be 動詞で始まったりすると命令文じゃん、ね。動詞の原型で始まると命令文だからやれって感じ。でもちろん種類だとすべきだ、ねえー。そうすべきだと命令したみたいなことになるんですよね。さて、それでですね、これ。 諸説あるんですけど、諸説あることを事前に言っておきます。諸説ありますが、ちょっと考えてみましょう。え、イギリス、アメリカ。で、英語ってどっちで始まったんですか英語。もちろん、イギリスで始まったから英語って言うんです。もし、アメリカで始まってたら、米語って言ってるはずですから、イギリスで始まったから英語って言うんですね。もちろん、この辺、あの、詳しい話は世界史の先生に譲るとして、今は非常に簡単に言いますよ。えー、1620年、 何が起きたかを想像しながら聞いて,てください。えー、1620年というと、日本で言うと、徳川、家康が終わったちょっと後の2代目ぐらいだと思うんですけど、まあ、この頃、こんなことが起きました。もともとですね、このイギリス人たち、ね、英語喋ってる人たち、この人たち。この人たちは、このサジェストとか喋ったら、後ろ、シュドゥじゃなかったんですよ。サジェストとか、プロポーズとかあったら、要求提案決定命令があったら、最初からここは動詞の原型だったんで。つまり、シービーアドクター、シービーアドクター、シービーアドクター。 彼女医者になるのを私に提案したって言ってたんです。ね。こいつら CB、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 CB やドクター喋ってた。ね。1620年に詳しい話は置いときます。メイフラワー号っていう有名な世界史やったことありますかメイフラワー号っていう船でちょっと、ちょっと宗教的に弾圧を受けたことがあって、まあその辺の、えー、バックグラウンドは置いといて、この人たちが船に乗ってこっちに行ったんです。そしたらここで CB やドクターって喋ってた人たちが、 こっちに移ったってこれ同じ人、そして同じ子孫ですから、CBA ドクターって喋りますね。何の問題もない。そして、どん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 こっちに開拓をしていった。ね、こっちの方にこう住んでいったわけですよ。この人たちは。で、ある時、こっちは海ですから、ね、えー、情報交換はそんなにできない時代です。ね、その時に、この人たちが言い始めました。なんかさ、CBA ドクターって変じゃねって。言いにきいし、CBA ドクターってなんやねんみたいな。ね、辻褄を合わせるために、 シュード入れたらよくね入れたら、she should be a doctor. お、綺麗じゃねっつって。ね。後からこれシュード入れたんですよ、こいつは。このお方たちは。ね。でも、この人たちは、それに気づかなかったんです。当時、お電話ありませんから。ね。メールありませんから。LINE もありませんから。ね。これに気づかず、未だにアメリカ人は原型だけ喋ってて、途中から変えた、シュード入れようぜってなった。 イギリス人は手術を入れるようになった。だから本来はこれは省略じゃないんですよね。後から入れましたよってことがまあ正しい解釈なんですけど、いずれにしても分かってほしいのは要求提案決定命令あったら、手術もしくは手術義への原型が起きる、えー、ということです。それでですね、これはおまけ。この名詞形、例えば、プロポーズ、提案するの名詞形、プロポーザル、 名詞形ですね。プロポーザーってなって、後ろに同格のザット説が来ても、後ろこれ起きます。should 原形もしくは should の原形が起きます。これはあんまり出ないので、一応あの口頭だけにしておきますけど、もし、えー、頭の片隅に入れたい人は、名詞形になって同格のザットが続いても同じことが起きるんだなぐらいは思っておいてください。で、もう一つは大事で。あの、形容詞が挟まって、it is 形容詞だとね、it is important だとみたいな。 で、えー、ここの形容詞が、necessary, essential, important, imperative のどれかの時それぞれ、必要な、不可欠な、重要な、essential の強い場合、えー、不可欠なって意味ですけど、imperative ね、えー。この、1、2、3、4単語があった時 ここ、同じことが起きます。should 原形または原形が起きます。まあこれもさ、必要ですとか、不可欠ですって言ってることはやりなさいってい感じになるから、だから命令的な感じのイメージになるっていうことですね。えー、では、問題を解いてみましょう。さて、suggest. 提案する、要求提案決定命令がありました。これ挿入ね。to Mary。Mary にって言ってるだけです。Mary にサジェストしたんです。さあ、どうしますかね。should か、should ぎえの原型ですから、that があって、she、本当はんと comes とかつきそうだけど、ここに should がもともとあった。まあ、もともとあったわけじゃないけど、should 原型もしくは原型ですから、2番が正解で、他は見当たるのはないよね。正解2番で大丈夫だと思います。はい、次。 えー、ディマンドがありました。ディマンドって何ですか要求するです。はい、要求、提案、決定、命令です。カスタマーとお客さんって意味ですよ。お客さんが要求したんです。はい、ざっともちゃんとあります。要求、提案、決定、命令なんで、シュズか、シュズが消えた原型なんで、ウェは使えないので、この辺は切っときましょう。えー、動詞の原型、動詞の原型、この辺ですね。そしたら、ここにお肉があります。さて問題です。お肉は切るんですか切られるんですか お肉は切るんですか切られるんですかお肉くんが切りますかお肉くんは絶対に切られると思います。ね。ダメです。切られる受動体。should be cut. でしょイギリスだったら s h o u 入れましょう。だこれ変に見えるじゃん。The meat be cut. 変に見えるけどこれが正解なんです。もう一台行きましょう。essential. さっきエッセンシャル、不可欠なって言われましたね。エッセンシャル。エッセンシャル出てきたので、後ろは、シュドもしくはシュドが消えた原型なので、えー、この中でシュドもしくはシュドが消えた原型、これしかないですね。The answer has to be number two ということで、一発で決まったと思います。よろしいでしょうか。ということで、えー、今回は要求提案決定命令の雑踏説のお話でした。ラロビ r o ォー b e o for Today。ここまでのお相手は寺島よしきでした。なんか、ここまでのお相手は寺島よしきでした。ちょ、そろそろ飽きてきたうーん、変えようか。 まあ、あの、特に思いつかないので、うん。まあでも、もう34回目だからな。<laughs> さよなら。